今香港映画が輝いている。香港映画といえばジャッキー・チェン、ユン・ピョン、サモ・ハン・キン、この3人の名前がまず浮かぶ。今ここでは中国の旧正月に向けて3人久しぶりの共演作サイクロン Z の撮影が進行している。3人の共演、その上正月作品ということもあって、その制作費も日本円でおよそ8億円。香港映画としては例のない多額の制作費である。そこで働くスタッフの平均年齢30歳、とにかく若い。撮影は A 班 B 班に分かれ、各班2台のカメラを駆使して行われている。映画は娯楽である。エンターテインメントに徹する香港映画の姿勢は、スタッフ一人一人がとにかく楽しんでいることだ。上もなければ下もない、個々のアイデアを尊重し、より面白いものに仕上げようと、その場のディスカッションを大切にしている。日本の洋画専門誌の人気スター投票で5年連続1位の座を占めているジャッキー・チェン。彼の魅力はまさにエンターテインメントに徹しているところからにじみ出てくるのだろう。撮影現場での彼はスタッフの前で一度も疲れを見せない、いつもエネルギッシュだ。感謝の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 1997年、香港は中国に返還される。今世界中で最も注目を浴びている香港映画はその時どこに行くのか、そして香港映画の魅力はどこにあるのか。